たぬきです。みるみるです。 My name is Alan。 My name is Acha。 シェイホンです。リナタロスです。デミです。アータンだよ。マユチュビです。名前はユリテゲです。 My name is なかやなお。リーダーのマナメロです。リーダーのクロミコです。リーダーのクレヨです。ブラックダイヤモンド黒肌ギャルを集めた北海道から沖縄まで約120名で50名以上のメンバーが集まってるユニットです。ブラックダイヤモンドのゴールとは世界制覇ですね。とりあえず全員黒ギャル。そう、みんなで会って、やっぱ、なんていうの、仲良くなって、そう全然遠いところから来たりするし、うん、もう顔も知らないとか、もう面識ない子とかも会うから、基本東京に集まって、みんなで会って、いろんな話したり、で、仲良くなって、で、また次の機会にもう一回会うっていう感じ。取材とか撮影とかが終わった後にみんなでご飯行ったりプリクラ撮ったりっていうのをしてます。黒ギャルとは、まあ、昔は、まあ、ガングロとか使ってたんですけど今はあまり使わなくて基本もう黒ギャルっていう言葉が基本言葉を基本使います。ギャルはやっぱりいっぱいいるけどその中で私たちはまあ肌が黒いのが好きなんで黒ギャルとしてまあ毎日でもないけどまあ日サロ通って黒くしてまあ黒ギャルっていう形でまあ雑誌を見てっていうのもあるしまあ雑誌もそうだし、その頃多分、うん、すごいピークにギャルブームが来てる時代だったんで、マンバとか普通に周りにいるっていうのが当たり前だったんで、でそれを見てやりたいなと思ってヒサロに行き始めたのが中学校2年生ぐらいで、まあ、メイクとかはこう先輩とかに教えてもらったりとかして、まあ、勉強しつつで雑誌を見て勉強したりしてここまでなりました。はい15歳ぐらいの時にココルルが流行っててココルルっていう服のブランドで自分はなんかギャルの子が働いてて、みんな黒肌で、いいなと思って、サロンを通い始めて、そこから、なんかもっとギャルになりたいとか思って、なんかここまで来ました。いないよね、みんな。みんなもう、全部ダイヤ。ファッションで、多分一番人気だと思う。そう、ね、マルキューブランドの中で。なんか一番ギャルって感じの、日本のギャル服とか雑誌ってやっぱり手に入りにくいんで海外の人からすればそれを、まあ、ブラックダイヤモンド内で Facebook などを通して、まあ、通販をして、まあ、服だったり雑誌だったりあとはブラックダイヤモンドのこういううちわとかを、まあ、販売主に、まあ、アメリカ、ヨーロッパの、まあ、海外の人たちが Facebook を通してブラックダイヤモンドのファンページを見て一緒に黒ギャルになりましょうこれから、どんどん海外支部も拡大していってすごい大きくなっていくと思うんで拡大しつつ、まあ、交流も深めてこれからも、一緒に盛り上げていきましょう。応援よろしくお願いします。いつかはみ
会いたいです。